くださいました。どうもよろしくお願いします。はい、本日ですね、ワールドエンド酔っ払いが世界を救うリリース記念イベントのゲスト、深川俊和さん、そしてパパイヤ鈴木さんです。よろしくお願いします。お願いいたします。まあ、お二人はね、同じあの明大中野高校の1学年違うんですよね。深川さん、先輩、それね、ちょっと難しい話になるんですよね。難しい話。じゃあご本人から説明がありますんで。簡単だよ、はいはい、どうぞ。俺が明大中野に入って2年生になれず、ダブって1年生もう一回やんなきゃいけなくって、ええ、そしたらこの鈴木ひろし君と本名は、ね、一緒の学年になったという、ええええ、でも、うん、僕だけじゃないですからね。ヤックももっくもダブリですからね。ヤックももっくも日記もダブってます。日記もダブだから、ええ、少年隊と渋垣隊同じクラスっていうのもね、すごいですからね。いや、僕なんかもうね、面倒くさがり屋だから、あのテストの時に名前も書かずに、大体あの鈴木ひろしっていうんですね、本名はいいか、鈴木くんが早いんですよ、勉強できるから。そうすると名前書いてくれてないんですよ、僕のために。鈴木ひろしって、まあ、で、はい、でもう本当いいのこの話して、いいんですよ、もう時効ですよ。だいたい僕とふっくんと植草くんあたりみんな回答一緒です。全部パパイヤが書いてくれたの。筆記も一緒です。それでパパイヤが答え書いてくれたのを俺が深川俊和、はい、そうです、植草勝秀って書いて、そうです、 うまくできてますね。できてますね。だいたい席が近いんですよ。はいはいはい、はい、うとすとふなのに、はい、なんでかよくできてますね。そうですね、みんな同じ点数です。なるほど。だから時間で書くのやっぱ3枚が限度なんだよね。うるさいね、そんな。お二人もね、あの後々同級生というね、はい、同じクラスでけれども、今あのいろんなお名前上がりましたけれども、他にもどんな方いらっしゃったんでしょうか。少年隊渋垣隊がね、はい、一緒だったと同じクラスになるという、はい、他にはどうだったんですか。あの石川秀美ちゃん、あ、秀美ちゃんとか三田ひろ子ちゃんとか、はい、あとはまあ渋いところでキララとウララって言われたんですけど、ね、まあ、これ分かってる方は、あと徳丸純子ちゃんとかですね、うん、分かってる方ははぁってあとはあのあれです、中村あゆみですね。中村あゆみ、翼の折れたエンジェルね。すごい、ロッカーもいたんですね。ロッカーも中村あゆみなんかあの頃あれ毛皮で学校来てましたからね、うん、え、毛皮で、毛皮で学校に来てる派手な子でした。シルバーフォックスの毛皮で、はい、まだデビュー前ですよ、はい、はあ、デビュー前からそんな格好してたんですか。あのなんかね、毛皮を売ってる商売をしてたんですよ。歌う歌う前、まあ、よく知ってんな。毛皮と17で17ですよ。毛皮とジュエリーを売るお仕事をしてて、それがやたらと儲かってたんだって。ほんでシルバーフォックス あの毛皮で通学ですよ。それ学校的には OK だったんですか。いや、私服なんで。あ、そうですか。定時制なんで私服なんですよ。後ろから見たら当時の三原純子さんと分かんなかったね。三原純子さんか中村あゆみかどっちかだ。三原純子は1個上にいたんですね。1個上にいました。あ、そうなんだ。あ、2つ上ってことなんだね。2つ上なんだから、はいはい、僕の2つ上、まあ、めんどくさいね、まあ、マッチと同じ学年です。マッチさん、土屋かおりさんもいたな、確かね。土屋かおりさんは、はい、2つ上ですかね。あ、そうだよな。そう、俺学校で告られたんだから。告られたっていうね。え、告られたんですか。手紙渡されたんだから、明大中野で。へえ、そこで電話番号書いてあった。まあまあまあ、それはまあ後ほどゆっくり後ほどゆっくりそんなコーナーないですか。そう、話がそれ囲み取材の時にやれたんですよ。僕と土屋かおりちゃんのツーショットの写真もリリースしてますからね。そうそう、土屋かおりちゃんとツーショットこうやって肩組んでツーショットしてるの。え、仲良かったんですか。この後何かあったろっていう写真です。そう、もうそれこそもうこの世界ですよ。昔ってなんか、なんかわーっとやってる時って何人かいなくなっちゃったりするじゃないですか。そうですね。そのうちの2人っぽい写真なんですよ。ぽいんですよね。僕上半身裸で、夜ですよ、夜ですよ、上半身裸でなんかパーカー着て、こうやって、で、香里ちゃんもちょっとねこんな感じなんですよ。で、僕は先輩だからちょっと手が浮いてるんですよ、ちょっと。あ、なるほどね。ちょっとそういう、そんな写真があったり、ね、あったり、見て衝撃ですよね、そうなるとね。なんだこれって、まあ、結婚してる時にそれ初めて見たんだけど、キャンプファイヤーを抜け出した時の写真。鈴木なんだこれって言うから、そういうことだよ。そういうことだよ。それが原因。長男俺に似てるだろうって言って。それ中森明菜ちゃんもね、同級生、僕同期だし、明大中野一緒なんだけど、最近あんま見てないじゃないですか。そう。学校でも見なかったな、明菜。あのね、入学式1回だけ来たって話を僕したんですよ。したらみんな、そうそう、入学式だけ来てたよねって言って、そっから1回も来てないって話を知って、僕もそう30年思ってたんですけど、僕も思ってたの。違ったっていうことをさっき学園で聞きました。どういうことですか。この間中村あゆみちゃんとその話をしたのよ、そしたら明菜は私たちのクラスなんだけど、たまにしかこの間違っちゃってマッチのね、クラス行って、はい、そこで2個上の教室行って勉強してたの、ね、はい、でもやっぱあのマッチさんのことが好きで行ってたのかもしれないですけどね、明菜さんはね。ああ
森さんよくいいこと言うね。そうだそうだ、いや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 、それでか、間違ったのか、そこか、やばいぞアトリエッチ、これ。いやいや大げさ、アトリエッチですからね。そこは考えなかったな。あ、それ、今度そういうのあったね。今度それネタで使わせてもらおう。なんで俺は誘うんだよ。写真あるんですよ。写真ある、はい、写真がね、ここに。そうそうそう、本当そうなのよ。全然親父ダンサーじゃないのよ。ジャニーズ系なのよ。ね、ちっちゃくて申し訳ないんですけれども、あ、僕とふっくんだ。そうなんです、まさにお二人の同じ髪型、こっちがふっくんですね、でこっち僕です、ね、同じ髪型、こうか、で俺こっち見て、こういう感じで、あ、よかった。こういうすごい、本当にでもね、パパヤさんイケメンですよ。福川さんもちろんね、イケメンですけれども、ね、これブドウ狩りの、ブドウ狩り、ね、ブドウ狩りってたんですか、なんか、ありがとうございます。学校のあの遠足でブドウ狩り、ブドウ狩りの山梨にね、修学旅行の時のマドンナが、プリンセスプリンセスの奥井香織ちゃんだったわけですよ。奥井香織さんね、マドンナですね。マドンナですね。これからちょっと、3分ぐらいお話、3分ぐらい時間、よろしいですか、1分ぐらいで収めていただけると。ちょっと修学旅行のお話をぜひ。修学旅行聞いたことあるとは思います、はい、一応ね、それはお約束で言わなきゃいけないってことだと、はい、で修学旅行になると夜ほら女子の部屋とか遊び行くじゃないですか、はい、ね。で女子の部屋行ってたら怖い先生が見回り来たぞっていう、あ、北野先生っていう、北野先生、怖い先生が、もう目の中しの人は、はぁはぁってで、ガンガン来る、はい、ガンガン来る先生がいた、やべーって言って電気部屋消して寝たふりしようっつって、もうやばいじゃない女子の部屋なんか行ったら、はい、そしたらこう寝たふりしてたんですよ。そしたら奥井香織ちゃんが俺のあの布団の中から手がこうちょっと当たるわけですよ。あれと思って、それでこう手がこう当たるわけですよ。手がこうね、例えばね、例えば例えばこう当たってくるわけですよ。えっとこうやってこれで手をこう握ってくるわけですよ。こうこうでこちょこちょこちょって、何やってこちょこちょって、何やってこれ修学旅行きっかけで俺奥井香織と付き合うのかと、こういうやつです。こういう感じで俺はあ、これラッキーと思って修学旅行来てよかったと思ってたので、もう北野先生行ったぞって誰かが電気つけてパッて見たら隣鈴木宏くんだった。手握ってて、うわーっつって、お互いあーって、お前なんだよ、僕もう奥井だと思ってたんですよ。俺も奥井だって、こうやってやったら向こうまんざらじゃないからいけると思って、もうね、男のくせになんか細い手してるんですよ。こいつも手ちっちゃいのよ、俺も手ちっちゃいけど、手ちっちゃいね、あ、本当だ、はい、じゃあ女性だとお互い勘違いしちゃって、奥井かおりさんだと思って、奥井向こうの方にいたもんね、向こう全然違うとこにいて、そっからです、仲良くなったの。あ、なるほど。